ゃあまずはこちら行きましょう、はい、集合、はい、今せーの、僕ら全力少年隊、わー痛い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 、なんか降ってきたよ、どんだけはっちゃけっとけ、なんか降ってきましたけれども、はい、紹介お願いします。さあ、今日はね、皆さん寒い夜に心をこれで温めてみてください、はい、VTR どうぞ、いってー、そこださあ、今回の僕ら全力少年隊は光を使ってこれに挑戦します。テーマお願いします。せーの、ライトペインティングをしよう。はい、ライトペインティング、皆さんお分かりでしょうか。あきらくん、何？全力少年隊、まあチキン南蛮チームと我々のチームありますけれども、はい、うちにはもう人工で明かりを照らす人がいますからそう、僕を使って何かをするんですか。いやもう僕はもうそっちにしか考えられませんからね。ちょっといいライト照らしてもらって。しょうがないっすね。うわぁあぁこれそんな光ってないわ。もう今5光が、うちの親父ぐらいやわ、光っちゃうね。新年はね、5光たけるで、えどうですか、それ5光坊主、そう、5光坊主、ちょり役ありますよ。その若ハゲのライトではないと。あ、ないと。あ、違うんすか。違いますよ。違うんすか、ライトペインティング、ペンティング、あれはあれするんですよね。ライトペインティング、はいはい、ご紹介しましょう、うん、ライトペインティングとは長時間露光でシャッターを切っている間に光を動かして写真の中に何かを描く撮影テクニックでございます。ほう、まあ、簡単に言うとカメラのシャッターを30秒ぐらい開けときます、はい、開けっぱなし、はい、その間に光をこう動かすんですね。はいはいはい。すると、その光だけが写真に収まると。あー、じゃあ光で描いたものがなぞったこう字を書いてるように、そう、描かれるわけだ。そう。ライトペインティングをするために必要なものご紹介しましょう。はい。まずは、光るもの。はい。続いては、シャッタースピードが選べるデジカメ。そして、三脚。これもう手ぶれしてたら話にならないです。そうです ね、 ですね。もしくはどっかに設置して撮ってみてください、はい、さあでは、まあアートですよ。そうですね、何を描くかというのも問われるところですけどね。難しいね。そうですよね。何しますか、これ思ったんですけど、はい、写真にまあ撮るわけじゃないですか、うんうん、例えばこれ文字とかで描けたりとか。文字描けますね。描けたりするんですかね。かただ文字を描くときはこれ注意点があるんですよ、はい、普通に書くと逆さまなりますから。ああ、そっか、鏡文字で書かないと。じゃあまず文字と、はい、文字いうことが出ましたので、うん、はい、僕らの一番大切な言葉何ですか。全力。はい、こちらを書いてみます。おう、あ、はいはいはい、いいですか、はい、番組制作はプロですけど、はい、このね、ライトペインティングはもうど素人、はい、みんな初めてですからね、もう動きがちょっと素人なのかな。半端ないですもん。いきますか、はい、ちょっと全力をあきらくん書いてください、うん、はい、はい、ではお願いします。はい、はい、お、敵が消えた。いいよ、いきます、眩しい眩しい。書けてんのかこれ。これじゃ続けて書くと、これついつい見ちゃうよね、光るところ。眩しい、すっげー眩しい。おおおおうわうわすげえ、イエーイ、ちょっと待って、いきなり、いや、あきらくん字が上手やね。あ、俺うまい、超うまい、綺麗、うん、こんなうまくいくもんですか。大成功。まずはこちら、これあのジェントスというね、非常にね、まあライト、いいライトなんで、キャンプで使えるね、はい、うん、で、これね3段階あるんすよ。おお、うん、何この微妙な空気。これを、まあ使ってもいいし。これね、はい、家のね、はい、玄関のセンサーライト外してきた。いや、待て待て、嘘。うわ、じゃあ今鈴木さんじゃ暗いわけですね。暗い、玄関暗い。奥さんどこ行ったって言ってますよ。困ってる困ってる。ありますか。ありましょう。え、ありますありましょう。ありましょう。ありましょう。お、出してありましょう。こちらですね。あ、結構普通にいいやつ持ってきましたね。やめろってもうマジで。危ないから本当そういうの。
あきらくんなんか持ってきました。僕最初これ使ったじゃないですか、はい、で例えばたけるさん書いてるとするでしょ、はいはい、こう書いてるでしょ、うん、だったらもうこう手塞がっちゃってるでしょ、だからもうこうですよ。あでもこれはあの結局たけるはさ肉体派じゃん、はい、たけるのパッション、はい、お前の溢れるいや踊り、はい、エネルギーを光で表そう。なんだろうね、これはなんだろうね。小明くん、はい、今プランあると思う？これいやもうこれはノープランというプランですよね。松井武さんの作品はこちら、はい、来てるわこれ。これどの辺がこうやっぱポイントなんですか？筋肉を表現したつもりがこれ、はい、やっぱもう動きすぎよね。さあ続いては、はい、浜田明さん、はい、体を使って作品をお願いします。お願いします。いきます。地味。めっちゃ地味。でも俺の気持ちは今すごい高ぶってますから。終わった。終わった。終わった。時間切れ。終了。終了。浜田明くんの作品はこちら。バン、あ、おお、そういうことか。僕はね、隣に浜田と自分の名前を入れたかったんですよ。あ、来てるね。あるある。はあ、まあまである。だ、行こうとしたら時間切れしたんですよ。時間切れましたね。できることなら花丸を描きたかったんです。でも円はうまく描けてるね。円はいけてるね、うん。結構ゆっくり回りましたもんね。ゆっくり回りましたね。うーん。でも本当に飾ってくださいよ、ね。お願いします。僕は誰よりも。アーティストに憧れてる男ですか。そうそうそう、自称ね、自称、はい、いきます、はい、すっげえわかった今、はい、あー、はえー、はえねーはえー、30秒、え、ました、途中やん、まだ、まだ途中やん。置いて、おうおう、見る前からがっかりすんなって。いきますよ、はい、鈴木さんの作品、はい、これです。なんやこれ。いやいや、あこれはっきり言っていい、はい、場所が違う、ちょっと上すぎるわ、もっと下やわ。やっぱ下ネタやないか。おいって下ネタやないわ、アートでしょ。鈴木さんボキャブラリーいないから、アートって言ったらもうあのヴィーナスしか出ない、ね、俺のヴィーナス。じゃあちょっと、うん、いよいよ大鳥、はい、見事な3人で合作作りましょうか。そうですね、見せましょうか、はいはい、あじゃあちょっと待って、そっか、あの名作の絵を描いたらいいんじゃないですか、なんか、まあ、例えばムンクだとこうですね。うわあ、このラインとか出たらかっこいいよね。あの大作ムンクの叫び、はい、スタート。大丈夫、あもうちょっと待って、すげえ喋らんかったね。喋らんかったですね。どうだった？僕は最後ちょっと洋服を脱ぎつぶしにかかってたんですけど、その途中でカシャと言ったので、それがどう出るか。タケル君は？僕は橋をもうすぐかき上げて、あの2人いたじゃないですか、はい、端っこに、あれを変えてた途中でカシャってなってたかなと。僕なんか実質塗りつぶすとこ一番多かったじゃないですか、はい、尋常じゃなくやりましたよ。ちょっと待って、おい、お前何やこれ、誰やこのバンザイしてるやつ。人がいたから、ジャンプしてるやつ、人がいたでしょ。お前あんまりやわこれ。えおら、おい。誰がタコをかけて言った。違う、塗りつぶしてるの、ふざけてんのか。いや上だって、何だこれは、何だこれは、何すかこれ。いや俺のムンクのどう、そんまんまや俺。いやあの流れ見て、原画と比べて、皆さんそれぞれスマホで。はい、スタート。
いやというわけで、はい、今回のライトペインティングいかがだったでしょうか。皆さんもおのおのやってみてください。こちらから以上です。はい、いやお楽しかった。いや楽しかったね。楽しかった、楽しかった、楽しかった、楽しかった。さあいかがですか。楽しかった。楽しそうやったね。楽しかった、楽しそうではある、いやだよね、楽しかった、楽しかった、間違いないね。楽しかったっちゃね。楽しかったですよ。今日の感想はこれぐらいかな。もっとあるでしょう。やってないよ。やってみたいと言うてたじゃないですか。浜田さん、いやもっと、いやその YouTube とかでも結構こういうの上がってたりするんですよ。はい、ものすごいじゃないですか、はい、アートが、はい、半端ないでしょ、ねえお分かりですよね。もう、うっすらとは分かってますけどもね。クオリティの低さ。ね、正直一番うまくいったのは僕が最初に書いた全力っていう文字。そうだった。ねえ、もう出落ちっていうんですよ。ねえ、なんですか、本当に他校だったじゃないですか。ねえ、文句がですね。やってなかった汗子はどうですか。いやいや、でもまあ皆さんがまあ楽しそうにやって出たっていうのは伝わってきたんで、これ実際だからあのもうテレビの前の皆さんたちが、まあシャッタースピード今デジカメとか結構あるんで、まあやってみたらまあ鈴木さんたちの気持ちがね分かるんじゃないですか。楽しいっていうのは伝わってきたんで慰めんなて本当に特に慰めんなて、けなしもしないしテレビで見せるほどかなっていうのこれって当たり障りのないコメントありがとうございましたね。まあでもね、みんなでこういう風に合作を作るっていうのはいいかもしれませんよね。ライトが100円ショップ、そうですよ、100円ショップだったりとかライトの種類がするんで、あのほらライトにフィルムとかこうね、赤とか青とかああいうのね、あれったらもっと良かったんじゃないかなと思いますけど、一切そういうのも出てこず、これあれなんですよ。何ですか。いいふりしてくれますね。次はちょっと対策に挑もうかなと。またやるんですか。まだ計画です。いろんなプランをね、常に進化する2015。本当に次の新しいこと考えてくださいね。お願いいたしますね。もういいですよ。ということで、もし気になった方いらっしゃったらやってみてはいかがでしょうかね。みんなやるわ。ということで、僕ら全力少年隊のコーナーでした。さあ続いて CM の後は平の時間です。